ト。そして山田です。ここからのクロス、杉本ボレー。ボレー。大きな大きな追加点入りました。途中出場杉本金。この選手がいい形でサイドを使ってそこからすぐ、ね、中に入っていって、まあ、本当に大きな仕事しましたけど、まあ、ここでポジション取りがやはり非常にうまかったですし、まあ、シュッこの気持ちを込んでいく小泉、さらに荻原来た、荻原突き刺した荻原、荻原追加点。もう最初今ちょっと映ってなかったですけど、おそらく伊藤敦樹だったと思うんですけど、あと内側にポジション取った大久保に入れた縦パスからですよね。バッテリーパスが起点となってからのね、ああ、カットをした、そうだ、そこからエベルにボールが出た。さあ、なんか上中走っている、逆サイドは山手先生、自分でエベル行ってシュートだー、自分で縦に持っていって同サイド流し込みました。追加点がでした、まあ、ここでのボールが出したのがね、まず来ましたね。まあ、サポートもね、攻撃に出てましたからね、ここで運ぶ時間を与えてしまいましたけど、まあ、この縦に持ち出して1本の同点ゴールの小林、ゴミス止めた、後ろから遠野が来た、小林ですね、はい、次も左エベル空いている、そのエベルへ、エベルパスだ、そして来たー、同先輩の上中が最後仕上げ。今日はなかなかチャンスがありましたけれども、ゴールに結びつかなかった中、この時間に来て待望のゴールが生まれました。